坂本さんは忙しいから。<laughs> もうやめろよ、これ、使うの <laughs>。これは。もう、使うのやめようぜ。これはしょうがないじゃん。ほんとなんだから。わかわ、みんな使うようになってきたぞ。<laughs> うん。なんで、これね、使いやすいのさ。坂本さんはもう忙しいから。いや、もう飯に誘わないための、お、ビ <laughs> ームじゃん、それ。そうそう。ビーム化してんじゃん。あいつ、うん、坂本さん忙しいから。うん だ例えばね10分後に飯食いに行きたいなっつってもさ、うん、今からね LINE で誘っても10分後には絶対返事は来ないと。うん、で来たとしても1時間後とか言われるから、うんあ「今日は坂本さん忙しいからじゃあ10分後に行きますか」みたいな。 <laughs> いや花から誘うつもりないけど一応なんか誘おうとした、うんうん、振りだけ残しとこうかみたいな感じで<う>僕の預かり知らぬところで、うん、一瞬坂本の名前出るけどいや坂本、はい、さん忙しいからで、うん、お前の中で消化してるよねそうだよだこっちに一切流れてこないんだよね、うん、だって忙しいもんだからさ <laughs> <laughs> もう何 <laughs> そればっかり言いやがる。 声すらかからず本人の中で勝手に消化されてるんだよ忙しいからだよね <laughs> みたいなそう免罪符とかしてるよねうんいいよいいよって何だ <laughs> 使いやすくていいよって <laughs> でもよだってようーんまあ屈辱かもしれないが <laughs> 本人でと <laughs> ってはだって言いたくて言ったやつじゃないからねこれはあまりにも中岡ガノン挑戦企画の時にうん 中岡が、でも今のは、だって今のは、だって今ジャンプないもんしかないじゃん、ね。でも今俺の反転の方が強いはずだぞ。あまりにも言い続けたからこそ、生まれたかと。これはちょっと嬉しいかな、俺的には。あ、そうだん。初出はおそらくスイカで、そう。僕が中岡はデモデモだってだよなって言ったのが、スタートかと思われる。きっとね。 そこでもう、でもよだってようばっかり言った回があったよな。あったな。うん、そこで。ああ、中岡はもう、もうそれが言い訳癖が強すぎるみたいなのがネット見向かしたのかな。うん、そう。あ<ー>定着しちゃったからな、それを完全に。定着。<laughs> 中岡はだって、<え>ね<え>、<laughs> あのー、人を。プライドとか甘いの <laughs> でもよー。結論としては結論としてはうん。 だって今思いつかないもん。結論って言ってもよ。ずーっと一人でやれるわ。出た。やっちまっちり。これもスイカか。スイカーで中岡が言ったダジャレ。おそらく、あまりにもつまらなすぎて、天元突破しちゃった可能性がある。あまりにも、シスってコメント止まった滑りすぎて、 逆に味があったのかもしれないね。<laughs> 滑り芸の極地に見、ね、<laughs> 滑り芸極まってたから、<laughs> うんうん、いや、逆にいいじゃんと。<laughs> そうそうそう。一転して。<laughs> あと、そのチェリーで、この、なんだ、サクランボのさ、絵文字一個で表現できるのもまたちょっと、使いやすかったのかな。<laughs> やっちまっちり2023年幕末流行語力ナンバーワン、勘弁してくれよ、こんなの。<laughs> <laughs> やっちまったんぼよりはやっちまったチェリーの方が響きはいいかなと、うん、まあ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 いやー滑りがすごいね <laughs> 言わなきゃよかった <laughs> い,やいいね滑りが <laughs> 絶輪 RTA 絶輪助かるル、うん、これはもうミーブの極地はいもう <laughs> 意味わかんないでしょう、うんもう全然わかんない絶輪 RTA 意味わかんないでしょう <laughs> だって絶輪って続くものでしょ r t <laughs> <laughs> そうなねだタイムアタックだよね どういうことってなるよね、これ。確かに。知らない人からすれば。炎と氷を混ぜたかのような、意味わからんってごめんな。ドみたいなこれは僕が、その、どっか楽天コモの、こんな漫画買ってますみたいな時に、うっかり入ってたんだよね。絶輪乗車保存マッチョっていうホモ本が入ってたんだよね。なんで買ったの、それを。それがちらっと見せられちゃっ <で>うん、一発ミームかあーもう坂本といえばこ,うこれみたいなでそれがずっと流れてて、うんうん、ついには冒頭始まってからいかに早く出すかみたいな RT を競うようになったと<あ>そ,そこもあるんだ絶輪自動車細マッチョが、うん、いかに最速で打てるかみたいな、うん、RTA 競技化してしまったとあ<ー>それもアーカイブに入らないぐらい、うんうん、最初の方に流れるのよ 開幕1秒とかで。<ー>で、絶妙な RTA、助かると。うん、助 <laughs> 続きだもんね、これ、絶対物だもんね。今度、8時ちょうどに貼っていると、最速 RTA 流れるから、興味がある人は見てください。<laughs> あさらに市場にも放り込むと。うん。市場のお勧すすめに、たまに入ってんのよ。<ー>でもそういうあつ、なくなったのかな、文化は。この市場がたまに出てくるんだよね。あ 今な昔あったねおすすめみたいなやつその放送中に出てきたアイテムとかそうなくなったのかもしれないうんらくあ市場なくなったんだわニコニコからそっかだから形骸化したんだ RTA 競技が市場にいかに絶品バッョの本をぶち込むかの競技だったのが市場なくなったからコメントでコメントだけが残ってんだあ歴史があるんだな これちょっと知れて嬉しいな。ちょっと嬉しいな。歴史があるんだ、この文化は。で、これを知ってるっていうことは、坂本の大ファンっていうのも公言できて、一石二鳥だよ。なるほどだ。うん。ああ、いや、文化が知れたわ。うん。ちょっとよくわかんないけどね。でも、聞いても。こういうもんで。あんま使い道ないけどな。この辺り押さえておけば、きっと、ある程度対応できんじゃない何の対応 生活には一切もいろいろあるっちゃあるかあービッツビッツはビッツネーブル系は、うん、でもそんなにミームで流れてない気もするんだよねビッツビッツはせめえビッツはせめえとか <laughs>、うん、流してるかそんなにえでもねなんか坂本が「狭い」っていう単語を発した時に、うん、ビッツはせめえが出るイメージはあるなるほどねうん まあもちろんね、えー、何回か言ってる通り、うんうん、昔、えー、北電時代に函館に勤めた時に、はいえー、なぜか課長に旅行に誘われて、はいえー、青森に旅行に行った時に <laughs> 二人でな、えー、レンタカーで借りたビッツに、はいえー、課長と一緒に乗って、うんうん、でその課長がビッツ運転しながら「うん、いやビッツは攻めえビッツは攻めえな!」って言いながら、うん、なぜか左手が僕の太ももに伸びてきたっていうのがもう事件の初質。<laughs> どういうい状況だよそれ <laughs> カシスオレンジはその旅行の最後にえ青森駅の近くの焼肉屋でえ食べたんだけれどもその焼肉を食べてる時に僕が飲んでたカシスオレンジを「お三方君僕にも飲ましてくれるからそれ」つって課長が飲んで戻ってきたけどカシスオレンジの量が減ってるどころかなぜか増えていたっていう謎の事件。鳥肌立つ <laughs> これがミームの元ネタですわな。うん、うん。そうだな。本当の事件だからな、これ。カシスオレンジ、これで飲めなくなった人も結構いたみたいでな。思い出した。カシスオレンジ自体がな、トラウマが伝播してしまったこともある。うん、懐かしいね。いやー、怖 <laughs> まあ、このくらいかな。